雪代ちゃんがその家に入るとテーブルが一つあり、テーブルの上には七つのお皿と七つのスプーン、七つのフォーク、七つの鍋、七つのグラスがあり、別の部屋には七つの小さなベッドがありました。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はい、ということで今回も前回と同様に朗読を交えながらやっていきたいと思います。身の回りでも意外と好評だったな。今までになかったパターンだから新鮮だったっていうのもあるかもしれないわね。ということで今回は前回の続き、本当は恐ろしいグリム童話の白雪姫の構造についての中盤戦。中盤戦、前後半で終了じゃないのかよ。本当はその予定だったのだけれど、不測の事態が発生したので前3回で紹介していきます。不測の事態？もともとあった原稿を大きく書き換えることとなったのね。ただそれによって白雪姫という物語がより美しいものになったので結果よしってことね。ほう、それじゃ今回はどこまでを解説するんだ？まず小人の家に白雪姫がリロ星然と一緒に住んでいるところ。ああ、言われてみれば確かに奇妙だな。小人とはいえあれドワーフだからな。七人の見ず知らずのおじさんの家に生娘が寝泊まりするんだもんな。ん？いや待てよ、本当は恐ろしいグリム童話通りなら白雪姫は生娘じゃないから一緒に暮らしていても何ら疑問はないのか？そう、ちょっと立ち止まってこの部分を考えてみるとかなり不思議な状況下だということが実は見えてくるのね。そしてその七人の小人の家で起きた惨劇、妃による白雪姫の殺害について、胸紐に腰、そして毒リンゴを使って白雪姫は何度も何度も死んでしまうんだよな。ところが白雪姫は二度は蘇るが三度目は蘇ることはなかったけれど、奇妙なことが起こる。死んでいるのにまるで生きているかのようだった。それでガラスの棺に入れられるんだよな。そう、この白雪姫殺害に使われた三つのアイテム、そしてなぜ蘇ったり蘇らなかったりしたのか、そのことについて今回は迫っていこうかと思います。前回の話だと三つのアイテムは母親である妃が年頃の女の子が好きそうなグッズをお土産に持ってきたんだみたいなこと言っていた気がするんだが。そうね、でもこの描写を深掘りしていくと母親である妃の愛をより一層感じることができるのね。あの描写が母親の愛、何度も何度も死ぬのに母親の愛とはこれいかに。ということで丁寧にこの部分は触れていきたいと思います。それでは本当は恐ろしいグリム童話の白雪姫の構造についてのいつものように長い長い解説、休憩しながらゆっくり見ていってね。それではまず本当は恐ろしいグリム童話の中での白雪姫と小人について見ていきましょう。見ていきましょう。もう何も何を見るんだ？小人はそもそも何なのかとかか？そう、そもそも小人とは一体何なのか、本当は恐ろしいグリム童話の小人を理解する上で大事なところはそれなのね。本当は恐ろしいグリム童話の小人は完全にこう、なんていうか、性的欲求に溢れた癒しいものに見えてしまってなんか気持ち悪く思うんだがな。そうね、でも少女と労働者が一つ屋根の下で暮らすということになると、そういうことがあってもおかしくないのではっていう推測をどうしても立ててしまうことも理解できるのね。それに先の章立てで白雪姫は癒しい王と関係を持っている。しかも白雪姫は歪んだ性愛を持った王、もっと広義な意味で言えば性欲を向ける男の扱いに長けている。だから銃にも満たない幼子に手を出してくる歪んだ欲望を持っている小人たちのことも、彼女はうまく対処し居場所を確保しているのかもしれない。言われてみればそうか、白雪姫は父親の歪んだ愛を拒絶はしていなかった、むしろ手玉に取っていたな。ということでまずはここから始めましょう。白雪姫と父親である国王との間にある性愛と小人たちとの間にある性愛は同じものなのか？どちらも幼い少女に手を出す癒やしい男、
全く同じように見えるんだけどな。まず注目すべきは、父親との関係について。最初は恐怖に怯えていた。なんてことが書かれているのね。ということは、白雪姫は、父親との体の関係性は望んでいなかった。ってことになるのか？そう。つまり、白雪姫があのようになってしまったのは、自らの心が壊れないように、認知的不協和、というものが起きたと考えられるのね。認知的不協和？ざっくり一言で言ったら、二つの要素の間に矛盾が起きた場合、一方の要素を変化させることで、その矛盾を軽減、または取り除こうとする、心の変容のことね。相変わらず、さっぱりわからん。本当は恐ろしいグリム童話の中の白雪姫と、父親である王は、近親相関以外の関係性としては、どのようなことが書かれていたかしら？あの物語の中での関係性は、父親である国王は、白雪姫に手玉にされていたな。そう、白雪姫が父親に、こんなことがあった、こんなことをされた、というと、使用人たちは、ひどい罰を受けた、なんて書かれている。それでは、このようなことはいつから行われているか？明確には書かれていないけど、父親との関係を持ち始めてから、と、考えるのが自然かと思われる。つまり、このような惨劇が行われるようになった直接の原因は、父親である王からの、性的暴行からではないか？という、予想が立つわけね。父親からの、性的暴行？あの二人は、愛し合う男女じゃないのか？さっきも言ったように、書籍の中に、白雪姫が父親を拒絶していたことが明示されているのね。ところが、現在は拒絶をしていない。それどころか、性的暴行を行った父親を、白雪姫は顎で使っている。あまりにもおかしいと思わない？流し読みしてると、気にも留めなかったが、一つ一つ要素を取り出してみてみると、確かになかなか奇妙なことが起きてるな。そう。つまり、この時の白雪姫の中で起きていることが、認知的不協和というものだと考えられるわけ。それで、この、認知的不協和、とある童話を用いて、解説されることが多いのね。とある、童話？そう。それは、イソップ童話の、酸っぱいぶどう。イソップ童話の、酸っぱいぶどう？それって、あれか？お腹を空かせた狐が、木の上になってるぶどうを食べたいんだけど、高すぎて届かないから、どうせあれは酸っぱいぶどうだ。って諦めたっていう。はい。正解。この場面って、心では空腹を満たしたいと思っても、実際にそれを行う体は、それができない状況にあるわけ。食べたいけど食べられない。感情と結果が矛盾を起こしているこの状態を、認知的不協和っていうのね。酸っぱいぶどうのこの状況を白雪姫に当てはめると、父親を好きでありたいという感情と、体を求めてくる父親を拒絶しようとする行動、という矛盾が生じる。これを解消するにはどうすればいいのか？父親の行動が不変だというのであれば、変更されるのは心の方しかない。よって、白雪姫の心の中で、父親がこのような行為を行うことの意味を、このように書き換えていった。これは、父親からの、根性の愛情表現なのだと。あ、愛情表現？性的暴行が、愛情表現だと？これを裏付けるような記述が、書籍の中には書かれていて。白雪姫は、母親である妃に向かって、女は何よりもまず、男に愛されなければ始まらない。と、言っているのね。女は、男に愛されないと始まらない。そして、こう続ける。愛されてもいない人に、何がお分かりになって？愛されていない？妃は、王から愛されていないだと？前回、白雪姫は、エレクトラコンプレックスと呼ばれるものを、発症しているのではないか？と紹介したわね。エレクトラコンプレックス。女児が、父親に対し、強い独占的愛情を抱き、母親に対しては、対抗意識を燃やすっていうやつだったな。そう。つまり、父親の愛情が自分に向けられている間は、ライバルである母親に、父親は目を向けない。母親よりも優位であることを勝ち誇っているわけよ。なるほど。だから、女は男に愛されないと、始まらない。なんて言葉が、白雪姫の口から飛び出すんだな。白雪姫の言動がエスカレートしていった要因もこれね。父親は、自らの性的欲求の吐け口である、白雪姫を失いたくないから言いなりにならざるを得ない。悪循環の連鎖。ってやつだな。つまり、この二人の間で行われている性行為っていうのは、愛し合う男女の営み。とは、当然言えないの。
白雪姫から見れば、父親を独占するための一つの手段であって、父親は自分の性的欲求を満たすための行為でしかない。だからこれは、利害が偶然一致した産物なの。お互いをつなぎ止めておくためだけに、事務的に行われている行為。ってことか。それでは、白雪姫と七人の小人。この奇妙な関係の維持、継続のためにも行われている性行為の裏側には、何が隠されているのか、見ていきましょう。白雪姫と父親との間で行われていた、事務的な行為が、七人の小人との間では、どんな意味を持っているのか、か。愛を確かめ合っているかどうかは疑問だが、家に泊めてもらうために、体で払う。なんてのは、ドラマとか薄い本でよく聞く事柄ではあるが。さて、この奇妙な共同生活。冒頭にも話したように、多くの研究者が、この場面にフォーカスを当て、様々な視点で意見が交わされていて。その中でも、エーレンベルク校と比べた際、初版以降では、とあることが書き換えられていることに、注目が集まっているのね。とあること？それは、白雪姫が、七人の小人と初めて会話する場面。この部分を深掘りしていくと、白雪姫と小人たちとの間で起きた、性的関係性の理由も見えてくるのね。ということで、ちょっとその場面を、前回と同じように、ここさんの朗読で聞いてみましょうか。翌朝、ぐっすり眠った雪代ちゃんが起きてきて、彼らは尋ねました。雪代ちゃんは、これまでのことをありのまま話しました。小人たちは、雪代ちゃんを大変気の毒に思い、同情しました。雪代ちゃんは、一緒に住まわせてほしい。あなたたちの食事を作るから、と頼みました。小人たちは、鉱山に出かけるとき、決して家の中に誰も入れないこと、と注意した。というのが、グリム童話の原点と言われる、エーレンベルク校の場合なんだけど、マリサ、雪代ちゃんと小人たちについて、どう感じたかしら？一緒にいさせてもらうため、雪代ちゃんが小人たちに、ご飯を作るから、置いてください。って、お願いしてるな。むさっ苦しい男どもが、まともな食事をしてるとは考えられないから、胃袋を掴んで男を落とす作戦。雪代ちゃん、なかなか心得てるよな。それでは、エーレンベルク校の内容が、ビルヘルムの手によって、どう改変されたか？っていうと。いや、ドイツ語で出されても、わからん。注目してほしいのは、この部分。ここが、日本でいうところの、鍵括弧。つまり、キャラクターが声を発している部分なのね。ドイツ語は全くわからないが、長さから見ても、エーレンベルク校の雪代ちゃんが提案したものより、増えてるんだろうな。という感じは受けるが。ということで、ここを翻訳すると、どうなるか？というと。実は、雪代ちゃんの提案が増えたわけではなく、小人たちが、白雪姫に向かって、要求をしているのね。マジかよ。雪代ちゃんはご飯を作ることを条件に、同棲を許可してもらったのに、白雪姫の方になると、提案者も違えば、仕事量が格段に増えてるじゃねえかよ。この改変について、ドイツの児童文学等の研究家、マリア・タタールはこのように分析されていて、子供と家庭の昔話の女主人公ほど、よく働く女主人公は、世界中のお話のそれと比べても、滅多にいない。グリム兄弟は、機会あるごとに、勤勉の美徳を強調し、勤勉は美しさや好ましさにつながる、と、話を結んでいるのね。女性が勤勉に働くことは美しい。なんか、現代の考えとは、ちょっとずれてる感はあるな。19世紀のドイツの話。っていう、前提のもとでのことだからね。さて、その一方で、全く働かない女主人公の話もあるわ。全く働かない？女主人公？この場合の女主人公の代表として挙げられるのは、手なし娘の女主人公ね。手なし娘。あ、あれか。勝手に父親が悪魔と娘の婚姻を約束して、それに従わなかった娘の手を、父親が切り落とすっていう。そう、その女主人公ね。この物語の中の女主人公は、一切の家事労働をしない。しない。っていうか、できねえじゃねえかよ。まあ、そうなんだけど。実は、版を重ねるにつれて、この物語の女主人公は、とあることがどんどんと強調されていくのね。
とあること？それは、信仰心。信仰心。班を重ねるごとに、神様を信じる心が強くなるって、どういうことだ？マリア・タタールは、このように分析しているわ。ビルヘルムは、その物語の登場人物に、勝手に決めた性格を刻印せずにはいられなかったのだ。と。勝手に刻印せずにはいられなかった。ってことは、印象操作ってことなのか？そういうことね。確かに、昔話に出てくるキャラクターの性質っていうのは、極端なことは多いのだけれど、ビルヘルムの場合はそれが著しく、特に、性別、階級、性格については、先入観が強く影響していると指摘しているわ。つまりこの改変については、ビルヘルムの偏見ってことでいいのか？まあ、そうね。偏見と言ったら偏見なんだけど、実際のところは、ちゃんとした理由があって、こうなっているのね。ちゃんとした、理由？それはね、子供と家庭の昔話が、そもそも、どういう意図を持って作成されたものだったのか？に、起因しているのね。子供と家庭の昔話が作成された理由、あれだよな？子供に読ませるためのものではなく、ドイツの、ゲルマン人が語り継いできた、交渉文学を残すために作ったんだったよな？そう。ところが一つ、彼らにとって、意図しない誤算っていうのもあったのね。意図しない、誤算？それはね、グリム兄弟に物語を提供してくれた語り部たちっていうのが、生粋のドイツ人ではないことなの。生粋のドイツ人じゃ、ない？白雪姫の語り手は、おそらく、ハッセンプフルーク家の長女、マリーと言われていて、彼女がグリム兄弟に提供した物語は、13話。その中には有名な話も含まれていて、仕立屋の親指小僧、茨姫、白雪姫、カエルの王様、ヘンゼルとグレーテル、手なし娘、赤ずきん。おいおい、めっちゃ有名なやつばかりじゃねえか。そうね。それで、ちょっとここで注目してほしいのは、赤ずきんなの。赤ずきん？赤ずきんって、あの、狼に食べられる赤ずきんちゃんか？その話ね。ただ、注目してほしいのは、物語の内容ではないのね。赤ずきんの物語の内容ではないところに、注目してほしい？そんな特別な箇所なんかあるのか？マリサ、この文章見覚えない？確か。初版本が酷評された理由の一つの、物語一つ一つに、注釈があるとかどうとかの。そう、それ。ちなみに、これは赤ずきんの注釈なんだけど、なんて書いてあったかしら？この話は、この書籍以外、ベロー童話集でしか見たことがありません。だったか？正解。それでは、なぜ、ベロー童話集にしか掲載されていない物語を、ドイツ国内在住の、マリーが話してくれたのか？これって、不思議に思わない？格段、問題視するほどの不思議なことか？マリーさんが、ベロー童話集を読んで、こんな話を知っています。って話したかも？ってことだろ？それじゃ、ペロー童話集を編纂した、シャルル・ペローの出身は？ちょっと待てよ。今ググるから。シャルル・ペローは、フランスの詩人って出てくるな。フランス？フランスだと？そう。グリム兄弟たちは、ゲルマンの、ドイツの交渉文芸を残したくて、子供と家庭の昔話を編纂したのにもかかわらず、実は、フランス由来の物語だった可能性が浮上してくるのね。しかも、ハッセンプフルーク家の人たちは、食卓を囲むときは、フランス語で会話がされていたことがわかっているわ。でも、ハッセンプフルーク家の人たちは、フランス人ではなくて、ドイツ人なんだろ？実は、ハッセンプフルーク家の母親、マリア・マグダレーナ、ドレーデン。彼女の実家は、ユグノー派の家庭だということがわかっているの。ユグノー派？すごい雑な説明をすると、16世紀に起きた宗教革命から生まれた、フランスにおけるカルバン派の新教徒を、ユグノーっていうのね。そういうこともあって、フランス風の精神の教育方針だったことが、わかっているのね。こうした背景を裏付けるかのように、1810年、ヤーコプが、狼と7匹の子ヤギという話を聞き書きした際、フランス語のセリフが記録されているのね。ここからも、ハッセンプフルーク家がフランスに寄っていることがわかるわ。ということは、そのハッセンプフルーク家から伝え聞いた、エーレンベルク公の雪白ちゃんというのも、フランス由来の可能性があるってことか。はい、ご名答。以上のことから、雪白ちゃんから白雪姫になっていった際に、どうして、会話が書き換わったのか？
の理由が説明できるのね。まず、グリム兄弟は、子供と家庭の昔話を、ドイツの民族文化の資料として、国民に届けたい。という、強い使命感のようなものがあった。そこで、収集した物語の中のキャラクター。例えば、妖精は、魔法使いの女、もしくは、剣婦人に置き換えていったりしているのね。その他には、王子は王の息子、お姫様は王の娘というように、より、ゲルマン民族的な響きに、改変した痕跡があるのね。さらに、童話集に民族的な風合いを出すために、ことわざを加えたり、ドイツ国民にふさわしい、道徳的意見を、物語の中に織り込んでいったの。つまり、食事の用意の提案しかしなかった雪城ちゃんが、子供と家庭の昔話の女主人公になった途端、原文の女主人公以上に、勤勉に働くようになった理由はというと、勤勉に働かせることで、白雪姫は、ドイツの女性だということを、読者に印象付けた。正解。だからこの改編は、ヴィルヘルムの偏見。というわけではなく、フランスの女性像を、ドイツの女性像へと変更するためには、必須のリライトだったのね。勤勉に働くことが、ドイツの女性の美徳、だったってことなんだな。と、思うでしょうが、実際のところはというと、ちょっと、違うっぽいのよね。違う？じゃ、当時の女性たちは何のために、汗水垂らして働くんだよ。19世紀以前の女性は、結婚して夫の元に行くまでは、父親の経済的、及び、職種の権威の下で生活をしているのね。彼女たちが満足のいく結婚生活を送るためには、多額の持参金を用意する必要性があったの。なんか、きな臭い匂いがしてくるんだが。裕福な家庭の場合、娘は家族から持参金を受け取ることができた。一方、貧しい女性は、結婚の機会を作るために、貯金をしなくてはいけなくて、働く必要性があったのね。マジかよ、自分の将来のためとはいえ、まさか、結婚後の生活のために働いているのかよ。そう。ただ、結婚したらそれで終わり。ではなくて、女性たちは、結婚後も働いて働いて、働き続けるのね。嘘だろ？結婚前に頑張って、あとは幸せに暮らすんじゃないのかよ。17世紀から18世紀にかけて、ヨーロッパでは、啓蒙主義というものが取り沙汰されるのね。啓蒙主義？世界史の授業で、この名前を覚えた記憶ないかしら？ロック、ルソー、モンテスキュー。おーおー、ロック、ルソー、モンテスキュー。習ったぞ、何やった人かは忘れたけど、習った習った。これまた、雑な説明になるんだけど、啓蒙主義っていうのは、それまでの時代は当たり前だった。これは、神のおぼし召しとか、これは、悪魔の仕業によって、というような、非科学的なことではなく、科学的な根拠に基づいて考えていこう、というものなのね。この思想は、当然ドイツにも入ってきていて、ある程度の階級で、教育を受けてきた女性は、夫と知的な対話者となるための教養も求められたの。しかし、下層階級の女性は満足いく教育がされていない上に、そのような夫を持つことはありえなかったわけね。それじゃ、貧しい下層階級の夫の妻となった女性には、一体、何が求められたか？というと、夫が生計を立てるため、経済的、生産的なサポートが求められたの。こんな時代から、ホワイトカラー、ブルーカラーの話が出てくるのか。マリサの口から、ホワイトカラー、ブルーカラーっていう言葉が出てくることの方が、私は驚きなんだけどね。それでは、この話を白雪姫に当てはめてみましょう。白雪姫は、姫という名前がついているように、社会的階級で言ったら、最上位に位置する家柄と言っていいわね。ところが、実母、ないしはママ母によって、家を追い出されてしまった。この時点で、白雪姫と父親との関係が断たれたことになる。よって、彼女の社会的権威は、最上層から最下層まで転落していったことになる。一気に落ちぶれたわけだな。この構造と、とってもよく似た話。それが、つぐみひげの王様ね。わがまま言いたい放題の姫に、急を据えた話だったな。そうか、確かに、あの話も、それまで最上層にいたお姫様が、一転、最下層に転落して、汗水垂らして働く話だったな。そういうことね。なので、白雪姫は、それまで一度もしたことのないであろう、炊事洗濯などの、家庭内の仕事に奔走することとなったわけ。つまり、七人の小人と白雪姫は、言ってしまえば、事実婚のような関係性にあると言っていいのね。事実婚。なるほど。
だから、七人の小人が妻とする白雪姫と、性行為を行っている。なんて描写が、本当は恐ろしいグリム童話で、出てくるわけなのか。そういうこと。だから、白雪姫が父親と関係を持っていた過程で、少女から女性へと成長した。しかも、男から愛されるために手に入れた魅力を使って、七人の小人をたぶらかしたとか、白雪姫に欲情して襲ったとか、そういう幼稚な理由で、それが起きているわけではないのね。王との関係は、異常性愛者である父親との禁断の関係。一方、七人の小人は、疑似的とはいえ、一つ屋根の下の夫婦生活。ってことなんだな。そういう解釈のもとで、本当は恐ろしいグリム童話は幸された。ってことになるかと思うわね。はぁ、あ。同じ肉体関係でも、内部構造が全然違うってことなんだな。そうね。ただ、七人の小人、いうところの、ドワーフとかの立ち位置の存在は、確かにゲルマン神話にも登場するんだけど、そもそもゲルマン神話の小人って、性別、男女っていうものが、鼻から存在しないのね。へ？性別が、存在しない？ゲルマン神話における小人は、巨人族のエミールから生まれた生き物で、一般的に知られているように、炭鉱夫であり鍛冶屋とされるのね。彼らが作り上げた武具の中には、死神オディーンの槍、トールのハンマー、女神フライヤーの首飾りなどなどがあるわ。オディーンの槍、グングニルの制作者は、小人たちだったのか。そんな小人なんだけど、彼らは、神が腐肉から作った、とされているのね。だから、見た目は確かに男なんだけど、彼らが性別を主張することってないのね。それはなぜかというと、ドワーフっていうのは、もともとはエルフと同じくくりで語られていたの。それが後の時代、グリム兄弟が、魔法使いや剣婦人と書き換えたように、エルフもドワーフに一本化されていったのね。ドワーフとエルフが、同じくくりって、なかなかに想像しがたいんだが。ということもあってなのか、ゲルマン神話から、エルフはその姿をだんだんと消していくのね。その過程で、ドワーフに引き継がれた要素というものがあって。それは、女性のような内面的性格。だから、ドワーフって男性っぽい見た目をしているけど、あれは、中性的な存在なのね。つまり、7歳の少女である白雪姫が、見るからにおじさんっぽい七人の小人の家に、何の警戒もなく、上がり込んでいる理由は、彼らを、異性として見ていない。警戒する必要性がないからなのね。にもかかわらず、ドワーフの見た目だけに注目して、白雪姫と夫婦の営みをしていた。という解釈を、グリム兄弟が耳にしたら、自分たちがした仕事が、全く伝わらなかった。ゲルマン人の愛した物語が、キャラクターが、そんなことをするはずがないのに、と、悲しむかもしれないわね。ということで、今回のメインテーマ、白雪姫を殺害した3つのアイテムについて、見ていきましょう。白雪姫が、3回殺される場面。1回目は胸紐で、2回目は口で、3回目は毒輪を。本当は恐ろしいグリム童話の場合、この場面って、どんな解釈がされているんだ？ああ。本当は恐ろしいグリム童話的な方面からの解釈も、当然、ないことはないのだけれど。なんか歯切れが悪いな。ここまで来たらいいじゃねえかよ。じゃあ、簡単に。リンゴっていうのは、昔話の中でもよく出てくるモチーフで、これは、多くの場合が女性のシンボルと同一視されていて、日本で言うと、桃がそれに当たり。その、女性のシンボルの半分に毒が仕込まれ、白雪姫は、その毒が入ったものを食し、死んだ。というか、仮死状態になって、ガラスの棺の中に入った。ドイツの官僚軍に、シーハットス・アクフェルズ・コンデニットっていうものがあって、直訳すると、彼女はリンゴの知識を持っていない。ってなるんだけど、これの意味するところは、彼女は男性を知らない。このような官僚区がある国で、リンゴを食べたということは、白雪姫は、男というものを知ったということになる。しかし、白雪姫が食べたものは毒だったということは、その男は毒だったということが読み取れ、つまり、これは近親相姦などの禁忌を表している。ガラスの棺というのは、この、犯してしまった禁忌によって、汚れた肉体を浄化するための装置のようなもので、いわば、浄化の推奨の上位互換だと捉えることができる。その白雪姫の口から、毒が取り除かれたきっかけは、若き王子だとされているため、彼女の手に忍び寄る禁忌が取り除かれたと結論付けられる。ああ。すまん。前回のまとめのところで言ってた、野暮な話だったんだな。それって。もう、それは。心理学者たちの妄想が無限大すぎるのよ。リンゴは女性のシンボル？確かに、子宮と同一視されることがあるわ。その子宮が毒に侵されるから、近親相姦でどうのこうの？何でもかんでも分析して、都合のいいようにこねくり回すのは、やっぱり昔話の世界観を、冒涜してると思うのよ。
毒リンゴは、あくまでも白雪姫を害するための一つの手段でしかない。毒を盛るという行為に裏の意図なんかない。それで終わらせとけばいいのよ。それじゃ、ガラスの棺は何なんだ？グリム童話が刊行される、3年前。ゲーテの長編小説、神話力に、類似した記述が見られるのね。ゲーテ？ゲーテって、あの、若きウェルテルの悩みのか？そう、そのゲーテね。この物語中の、オティーリエの死を悲しみ、激しい絶望に苛まれているエイドアルトを慰めるべく、周囲の人々が、彼女の棺に蓋をする場面。彼の同意を得るのは困難に思われた。しかし、彼女が蓋を開かれたままの棺で運び出され、地下の右骨上では、いずれにせよ、ガラスの蓋をされて常夜灯が設けられるという条件で、彼は最後に同意し、すべてを諦めたように見えたのだった。とある？棺全体がガラス。ではなくて、棺の蓋がガラスなのか。ロシアの昔話研究家の、ウラジーミル・プロップは、ガラスの棺については、このように分析されていて、なぜ棺はガラスでできていることが多いのか？については、水晶やガラスでできたものの研究、宗教的関連の中で、呪術的な役割の研究とも、関連づけて答えを出さなくてはいけない。用いられる要因が、複雑すぎるんだな。それじゃ、ちょっと順番が前後しちゃうけど、白雪姫とは別の昔話の中に出てくる、不思議なガラスアイテムと比較しながら、この問題を見ていきましょうか。ガラスと言ったら、ガラスの靴。シンデレラだな。そうね。ところが、グリム童話の中のシンデレラ。灰かぶりには、ガラスの靴は出てこないのよ。へ？え？嘘だろ？あ、いや、思い出したぞ。確か、ガラスは翻訳間違いで、本当は革靴だったんじゃないか？って切なかったか？ああ、その話ね。なんだかんだ色々あったけど、30年近く前に、ガラスで間違いないだろう。ってことで落ち着いてるわね。ほう、そうだったのか。じゃ、何を履いているんだ？グリムのシンデレラは。グリム童話のシンデレラは、金の靴を履いているわ。金の靴？これまた、履きにくそうなものを。つまり、ガラスの靴は、ペロー童話集の中にある表現。ディズニープリンセスのシンデレラもガラスを採用してるから、靴と言ったらガラス。って思い込んでしまっているのよね。それで、金とガラス。これらは世界各地の昔話で、重要な役目を行う象徴的なシンボルで、金は豊穣。ガラスは、諸女性とメイドと定義されているの。金は豊穣で、ガラスは、諸女性とメイド。メイドはよくわからんが、シンデレラは汚れなく純潔で、王子と結婚するにあたって、やましいことはない。ってことを示してるのか？マリサ、いい推理するじゃない。ペロー童話集の歴史を見てみると、エリザベス、シャルロット・ドルレアンという、ルイ14世の命にあたる女性に、この童話は検定されているのね。だから、マリサの推測通り、貴族の子女教育のために、ガラスが用いられた童話から、諸女性の重要性を説いたのではないか？という説があるわ。なるほど。物語を通して、婚前交渉の是非について、ガラスがその役目をしているってことなんだな。シンボルとしての意味を汲み取るとそういうことになるんだけど、ウプ主的に、面白いと思った仮説を、一つ紹介するわね。ほう、どう面白いんだ？実はペローは、王室建物エーゼン総監という経歴の持ち主であることから、ルイ14世が、1693年に設立した、王立ガラス工場との関連から来るもので、実は、ガラス製品のアピールのために、意図的に用いたのではないのか？って説。ってことは？つまりあれか？土用の丑の日のうなぎ。みたいな役目を、シンデレラはさせられていると。その例えが、いいか悪いかは別として、要は、シンデレラの中で、どうしてガラスが選ばれたのか？の理由に関しては、はっきりとしたことがわからないということ。ところが、こと白雪姫に限っては、棺にはガラスを用いる。ってことが徹底されているの。シンデレラとは一点、白雪姫の場合は、そこはガラスで統一されているのか。そう。フランス寄りのハッセンプフルーク家の話でもガラス。それとは別の類話の中でもガラス。話は違えど、ゲーテの作品の棺もガラス。さらに情報を足すなら、グリム兄弟よりもいち早く、ドイツのメルヘンの収集に取り組んだ、ムゼウスのリヒルデの中でもガラス。今、さらっと、なんかすげえ重要そうな人出てこなかったか？ドイツメルヘンの先駆者みたいな人。ムゼウスは18世紀の人で、グリム兄弟たちよりも半世紀くらい前の人ね。
モゼウスの物語の一つ、リヒルでは、国内では知名度は薄いかもしれないけど、これは、ママ母目線から語られた、白雪姫の物語になっているわ。ただこれも、本当は恐ろしいグリム童話と同じで、メルヘンを元に書かれた小説ではあるんだけど、ヒロインが眠る棺の材質は一般的なもので、ここで出てくるガラスは、顔を見るための小窓の部分だけになっているわ。日本の葬儀の際の棺の蓋についてる、覗き窓と似たようなものってことか。厳密には違うんだけど、まあ、そんなものだと思っておいて。これら物語を時系列で見ていくと、だんだんと棺の材質に使われるガラスの使用率が高くなり、最終的に、全部ガラス張りになっていくの。ということは、棺にガラスが用いられることは、こと昔話の中においては、特別特殊なことではなかったのかもしれない。作り話は極端を好む。だから、表現がエスカレートしていった結果、ガラスの棺が誕生しただけで、全く深い意味はなく、ごくごく自然な、物語の変化の一端だったのかもしれないわけ。いつものやつだな。語り部の筆が乗っちゃって、話がモリモリになったっていう。もしくは、国内で流通しているガラス製品と比べて、ドワーフが用意したガラスの棺というものが、いかに浮世離れした高い技術力だったかを強調するための表現だったのか。シンボルとしてのガラスが示すような意味だったのか。心理学的分析結果のような意味があったのか。その答えを出すことは、正直言って不可能に近いと思うのね。プロップが指摘するように、この問題っていうのは、歴史や宗教観など、様々な要因が複雑に混ざり合いすぎているの。それだけに、ガラスっていうのは、その神秘的で、魔力的な魅力に、多くの研究者が虜になっているわけよ。それでは、今回の本題である、白雪姫が3回殺されたアイテムについて、見ていきましょう。リンゴについて、心理分析すると、すっごい野暮な話になったが、どういう切り口で、これは読み解いていくんだ？改めて、国内の書籍、論文に目を通してみたんだけど、リンゴ以外のアイテムに対しての意見っていうのは、ゼロではないんだけど、ほぼ、皆無と言っていい状態なのね。ということは、やっぱりあの場面っていうのは、心理分析できないっていうことなのか？できるんでしょうけど、あえてやらないのか、はたまた、トンチンカンな答えになって諦めてるのか。なので、この場面、専門家に代わって、心理分析してやりました。素人が。は？ないのなら、やればいい。ウプ主が、サンドバ。もとい、先駆者になってやるわよ。どんなトンでも分析するのか、聞く前から、めちゃくちゃ不安で仕方がないんだが。なので、本職の方が見ていたら、温かい目で見てください。さて、まず、大前提としては、前回解説した、白雪姫と妃との関係性を使っていくわね。エレクトラコンプレックスを発症し、思春期に突入した、7歳の少女の白雪姫と、その子に接していく母親。っていう関係性だな。うん、そうね。それで、母親には、グレートマザーという概念を使って、これらを分析したのだけれど、出てきた結果って、マリサ、覚えてる？だな。まず、グレートマザーというものには、二つの要素があって、一つは、マリア様みたいな女性。もう一つは、魔女みたいな女性だったな。一般的な話、本当は恐ろしいグリム童話の白雪姫に出てくる母親。ないし、ママ母っていうのは、魔女のような、陰のグレートマザーと考えられる。でも、本当のところは、そうではないのかもしれない。思春期突入中の白雪姫にとっては、母親の愛情が鬱陶しくて、そのように語っているだけで。毒親どころか、とても親身に、娘のために尽くしてくれている、マリア様級の、とっても優しいグレートマザーではないのか？確か、そんな感じだったよな。そうそう。両極端な性質をあえて使って、前回は話を進めていったわね。それで、本当は恐ろしいグリム童話の中の白雪姫と、母親、ないしママ母が、陰のグレートマザーだった場合。まあ、これは、ほかっておきましょう。ほかっておいていいのかよ。最愛の旦那である国王を、白雪姫に奪われたために、娘ではなく、一人の女性として、ライバルとして、その像を燃やし、何度も何度も殺しに行った。この妃を、どう分析したところで、それ以上のことは出てこないわよ。ああ、そこまで、心が闇落ちしてるのね。
ってことがわかるだけ。分析したところで、周知の事実以上のことは出てこない。そういうことなんだな。それとは対照的に、陽のグレートマザー。我が子のために、会いに来た母親が彼女を殺害しようとした。これに関しては、なぜ？ホワイ？があるわね。前回の話だと、年頃の女の子が好きそうな、ファッションアイテム、美容アイテムをお土産に、白雪姫のところに会いに行った。ってことだったな。そう。だから、あれほど注意されているのに、これは、今の私には必要だわ。と、言い訳がましいことを言っては、キサキを家の中に入れ、お土産をもらう。そして小人たちには、あの、魔女みたいな母親が、私を殺しにやってきた。と、嘘に嘘を塗り固めていく。しかしそうなると、一度目、二度目の蘇りは理解できるけど、三回目の毒リンゴに関しては、どう解釈すればいいのか？優しい母親が、本当に毒を盛るとも考えにくい。そうなんだよな。嘘にしては、あまりにも、すっごい大ごとにしすぎなんだよな。たまに、そういうことにして大変なことになった子供の話は聞くけど。と、あれこれ考え始めるとキリがないので、ここは一つ、心理学を用いて分析していきましょう。まあ、分析してるのは素人。だけどな。では、疑問を切り分けていきましょう。白雪姫は、三度母親と会う。昔話の特徴に、三回何かが繰り返されることっていうのは、そのやりとりがとても重要だということを、強調していると言われるわ。三回何かが繰り返される。言われてみれば、やたらと三回、何かをするってことがあるな。これは、物語全体にリズムをつけるため。物語が、ホップ、ステップ、ジャンプで動き、躍動的になる。文学的なテクニックだという見方もあるのね。ただ今回は、文法的テクニックの話は一旦置いておいて、未熟なアニムスに支配された白雪姫に、母親が3回会いに行ったことで、彼女の心の中で、どういうことが起きたのか？について、見ていくわね。まず注目すべきは、3回目にもらったリンゴを食べると、それまでとは異なり、蘇ることはなかった。この毒リンゴ、先の2つと、明らかに性質が異なるものだとわかるわね。性質が、異なるもの？そう。先の2つは、肉体の外側から殺そうとするものじゃない？でも、毒リンゴっていうのは、肉体の内側から殺そうとするものでしょ？胸紐解くし、確かに、外的要因による殺害方法。毒リンゴは、内的要因からの殺害方法だな。それではまず、外的要因、胸紐解くしについて見ていきましょう。見ていきましょう。って言われてもな、どう考えても狂気を持って、白雪姫を殺しに行ってるよな？これのどこに、心理的要素があるんだ？前回、白雪姫の類話は、ものすごくたくさんある。って話したのだけれど。それを整理してみると、実は、白雪姫を殺害するために使われるアイテムっていうものに、ある一定の、共通点を見出すことができるのね。共通点？例えば、胸紐に相当する類似品としては、シャツ、ドレスというものがあるわ。次に、腰に類似するようなものは、ヘアピン、ナイトキャップ、イヤリング。そして、リンゴの類似品が、魔法の指輪。なるほど。さっぱりわからん。胸紐に、ドレス、そしてシャツ。これらの共通点って、身にまとうものでしょ？そうだな。確かにどれも、身にまとうものだな。身にまとう。別の言い方をするなら、包み込む。その包み込むものを、母親から受け取った。母親から送られる包み込むものって、衣服以外に、何がある？母親から受け取る、衣服以外の包み込むもの？包み込む。あれ？確か、グレートマザーの基本思想の中心にあったのって。はい。正解。つまり、物質になっているけど、この場面で体を包み込んでくれたものっていうのは、母親自身による包容。ハグではないのか？シャツやドレス、胸紐は、母親の包容。ハグ。この視点に関しては、悪のグレートマザーだった場合にも適用できるもので。つまり、死んでしまうほどの束縛が、白雪姫にはかけられたことが読み取れるわ。死んでしまうほどの束縛。でも、その後に復活するよな。母親からのハグを受けて、なんで生き死にが出てくるんだ？この場合の生き死にっていうのは、肉体的な生き死にではなく、精神的な生き死にだと推測されるのね。精神的な、生き死に？陰のグレートマザーの束縛は、前回少し説明したけど、お母さんの言うことを聞いていればいいの。的なことになるわけね。
この発言、束縛によって、白雪姫の中で死んでしまうもの。それは白雪姫個人の感性や意見。一般的に、アイデンティティと呼ばれているものになるわね。死んだのは、白雪姫のアイデンティティ。厳しい束縛の母親によって、自分というものを見失いかけた白雪姫。でも、束縛から解放されることで、アイデンティティは取り戻せるのね。ああ、そういうことか。だから、白雪姫は何度も何度も生き返るのか。そういうこと。ただ、この時の白雪姫っていうのは、今、考察のテーブルに置いている白雪姫とは、ちょっと違う白雪姫なのよ。インのグレートマザーの束縛で、アイデンティティを失う白雪姫は、別の白雪姫？どういうこっちゃ。主要キャラクターは、白雪姫と妃。共に、陰陽が存在するので、2×2 の組み合わせで、全部で4パターンの関係性っていうものが想定されるのだけれど。陽と陽の場合だと、そもそも、こんな争いにはならないでしょ？陽と陽は、誰もが夢見る、理想とする母娘像だよな。争い事が起きることは、まずないだろうな。ということで、3パターンに絞られるわね。白雪姫を束縛するグレートマザーは、陰の方。じゃ、その束縛で、アイデンティティを失いやすそうなのは？まず、間違いなくアイデンティティを失うのは、陽の白雪姫だよな。陰の方は、どうなんだろうか。今回見ている、本当は恐ろしいグリム童話の、陰の白雪姫の場合は、自己主張がかなり強いので、おそらく失わないでしょうね。やっぱりそうだよな。ということは、あれ？大前提で置いた、本当は恐ろしいグリム童話は、陰の白雪姫と、陰の妃だったよな。そうなの。だから、本当は恐ろしいグリム童話の中の、白雪姫と妃の関係性をもとに、この場面を分析しても、白雪姫が、アイデンティティを失うという結果は得られないのね。だから、本当に殺してやろうと妃は思った。心理的なことではなく、この場合は、物理的なことしか成立しない。なので、他っておいていいって言ったわけね。やりたくない。やる価値がない。そういうことで他っておく。ではなくて、そもそも分析できないから、他っておいたんだな。結局、全てがうまくいくわけではないのね。だから、物語の構造上、細かな設定のない昔話は、様々な解釈っていうのが生まれるわけね。それで、思春期でエレクトラコンプレックスな白雪姫と、聖母みたいな母親である妃。この組み合わせなら、分析が可能で。それでは、なぜハグをすると、白雪姫は死んでしまうと思う？素直に考えたら、母の愛情によって、未熟なアニムスが消えかかっている。ってことじゃないのか？そういうことね。未熟なアニムスに支配されている自分を、母親は受け入れてくれている。それが、恥ずかしいやら嬉しいやら、腹立たしいやら。だから、そんな未熟なアニムスが揺れている。けど、そう簡単に思春期が終わるようだったら、現実世界でも、頭を悩ます親御さんはいないわよね。また、心を支配された。未熟なアニムス蘇ってきた。ってことだな。ということで次のアプローチ。腰、ヘアピン、イヤリング、ナイトキャップ。ナイトキャップが異色すぎて、全然わからないんだが。共通しているものは、頭。頭は人間の急所の一つだから、心を許している人じゃないと触らせない場所。心を開いていない相手に、頭ポンポンされて、セクハラだってニュースがあったな。それだけ、頭を触るっていうのは、心に直結しているってことだよな。ということは、腰にヘアピン、イヤリングにナイトキャップを受け取るっていうのも、母親からの愛情を受け取ったってことか。頭を撫でる、髪を触るっていうのは、心理学的に言ったら、不安の解消と言われるから。この場合は、未熟なアニムスをコントロールできず、不安でいっぱいの白雪姫を落ち着かせるため、大丈夫、落ち着いて。ってことなのかもしれないわね。不安な心を落ち着かせるための行動。ってことか。で、また未熟なアニムスは消滅、落ち着いた。と思ったけど、また蘇ってきた。ということで、問題の3回目。一般的なものは毒輪を。類話によっては、指輪というものが、その代わりを果たしていることがあったわ。指輪、外的要因の場合もあるんだな。そうね。指輪が象徴するシンボルは、愛、または、契約、束縛。愛と束縛。それだけで、グレートマザーそのものを表してるようだな。ということで、陰のグレートマザーに指輪をされた白雪姫は、その強い束縛から逃げることができなくなり、自らのアイデンティティを完全に失ってしまった。
一方、寮のグレートマザーからの指輪、ヘアピンやイヤリングなどと違って、よっぽどのことがない限り、頻繁に指輪を着脱することはない。つまり指輪を身につけたということは、母の愛を受け入れた。エレクトラコンプレックスで、母親を敵視していた未熟なアニムスが、それを受け入れた。よって、母を憎む白雪姫なんてものは、この世界からいなくなった。だから、その代替表現として、白雪姫は死んだ、と、されているのではないか。それで本題の、毒リンゴはどうなんだ？リンゴは愛の象徴だろ？毒の愛。そんなものを、寮のグレートマザーが食わせるって考えにくいんだが。本当はね。これ一本で、動画作れちゃうくらい、とっても濃厚な話なんだけど。この世界には、意味が異なる三つのリンゴがあるのよ。この世界には、意味の異なるリンゴが三つある。だと？そう。それでマリサ、西洋の物語の中で、最も有名なリンゴは何？って尋ねられたら、なんて答える？西洋で、最も有名なリンゴ？そうだなぁ。過去回でも触れたけど、やっぱり、禁断の果実か？そうね。多分、それが一番有名だと思うわ。で、その禁断の果実について、イギリスの人類学者である、エドマンド・リーチ氏は、著書、神話としての創世記の中で、こんなことを書かれていて、聖書の中にある、善悪の知識の木の実、通称禁断の果実、これは、死の果実である、と説いているのね。禁断の果実が、死の果実だって？それはおかしいだろ。あれを食べたアダムとエヴァは、エデンの園を追放はされたが、死んでないぞ。創世記、第2章、16、17節。神である主は、人に命じられた。縁のどの木からでも取って食べなさい。ただ、善悪の知識の木からは、取って食べてはいけない。取って食べると必ず死ぬことになる。必ず死ぬ？と、書いてあるけど、さっきマリサが言ったように、アダムもエヴァも、禁断の果実を食べたからって、すぐには死なないのよね。ほら見ろ。やっぱり死なねえじゃねえか。なんで神は、そんなことを言ったんだ？それについてやり始めたら、本当に終わらないので、ちょっと今回は置いておきまして。さらに、禁断の果実の細かい話も、過去回で解説しているので、今回はあくまで、禁断の果実は死の象徴というところに、要点を絞って話をしていきます。それで、また、聖書の創世記の話に戻るのだけれど、創世記2章、9節。また主なる神は、見て美しく、食べるに良いすべての木を、土から生えさせ、さらに、園の中央に命の木と、善悪を知る木とを生えさせられた。エデンの園には、禁断の果実以外に、命の木の果実っていうのもあったのか。そう。だからエドマンド・リーチは、この部分に、バイナリーストラクチャーが成立している、と、説いているのね。バイナリー。なんだって？バイナリーストラクチャー。日本語で言うと、二項対立的構造って言うんだけど。要は、神、精霊がいれば、人間がいる。男がいれば、女がいる。肉食があれば、草食がある。善があれば、悪がある。つまり、陰陽みたいなことで、生命の果実という、明確な性に関するものがあるのだから、その対立の存在である、禁断の果実は死である。ってことか。でも、さっき、めっちゃ早口なところでも、過去回でも、リンゴは女性のシンボルで、桃と同一視されていてとか、人は、到底かけ離れた性質を持っていると思うんだけどな。残念だけど、その固定概念にとらわれてると、この問題は、一生解くことができないのよ。固定概念に、とらわれてる？霊夢。魔法使いの立場から言わせてもらうけどな。タロットカードの13番。死神のカードの絵柄に、数は少ないが、リンゴが描かれているものがある。某漫画の死神も、リンゴが好物と言って食べている。仮にリンゴが死の象徴だったとしたら、生命の管理人が、好んで死を食べるのは違和感がないか？マリサが主張するリンゴはね、西洋文化において重要な、別のリンゴの象徴なのよ。別のリンゴだと？そう。ヨーロッパには、ギリシャ神話由来の、金のリンゴ。通称、不和のリンゴ、と呼ばれるものがあるのね。金のリンゴ、聞いたことあるぞ、ゲームとかにも出てくるやつだな。この不和のリンゴは、ヘスペリデスの園にある、生命の木になるリンゴで、このリンゴの持つ象徴は、愛と、不老不死と永遠の若さ。愛と不老不死。
金のリンゴの方が、現在のリンゴのイメージに近いけど、見た目が全然違うような。つまり、今一般的に広まっているリンゴは、この、禁断の果実と不和の果実の、断片を組み合わせてできた、全く別の、第三のリンゴなのよ。というのも、エヴァに、禁断の果実を食べるように勧めた、たぶらかしたのは蛇である。ということを、知らない人は少ないと思うけれど。ヘスペリデスの園に生える、不和の木の果実っていうのは、女癖の悪いゼウスから、この果実を守るために、百の首を持つ竜、ラドンが守護しているのね。食べろ、って言った奴がいると思えば、逆に、食べられないようにしてる奴がいるんだな。ラドンは、竜ではなく、蛇だとも言われ、実際に、蛇を模したレリーフっていうのもあるわ。で、そんな不和のリンゴを守護しているラドンを倒し、リンゴを持ち帰った英雄タンの話が、当然のごとくあって、その英雄こそが、ヘラクレスなの。ヘラクレスの物語を知れば知るほど、その英雄っぷりは凄まじく、ここから、金のリンゴを手に入れると、名声や幸運が舞い降りてくる。という、モチーフも誕生する。これら、三種三様のリンゴの設定は、後世へと引き継がれ、グリム童話にも受け継がれているのね。三種三様のリンゴの話が、グリム童話に受け継がれている？グリム童話の中には、単なるリンゴと金のリンゴによって、はっきりと、主人公たちの命運が分かれることが表現されていて。まず、白雪姫、根津の木。この二つの物語においては、リンゴを手に入れる、もしくは、入れようとした者には、死が訪れる。一方、白い蛇、黄金の鳥、一つ目、二つ目、三つ目。この物語では、金のリンゴを手に入れ、幸運や名誉などが与えられる。そして問題の、三つ目のリンゴの話。何も怖がらない王子。この物語の中では、命の木のリンゴ、というものが出てくるのね。命の木のリンゴ？聖書の生命の果実のことなのか？それとも、不和の果実の方なのか？おそらく、不和の果実のことだとは思うのね。というのも、物語自体は、英雄譚になっていて、いくつか苦難を乗り越え、ハッピーエンドを迎えるのだけれど。でも、英雄譚、ヘラクレスが手に入れたリンゴだというのに、物語の中には、はっきりと、赤いリンゴと書かれているのね。普通のリンゴ、赤いリンゴは死の象徴。金のリンゴは、英雄などの象徴。だったはずなのに、赤も英雄の象徴になったのか。そう。でも、グリム童話の中に、きちんと使い分けている話が掲載されていることからもわかるように、もともとは、はっきりと区別されていたはずなのよ。ところが、いつの時代からか、この二つのリンゴの性質が混ざり合い、本来、死の象徴であるはずの、単なる普通のリンゴが、金のリンゴと同じ役目を果たすようになってしまったわけ。現在のシンボルとしてのリンゴは、禁断の果実と、不和の果実が混ざり合った産物で、概念としては新しいものってことか。そうではないか？という説が一つ。他にも、こうではないか？ああではないか？という話はあるのだけれど、やり始めたら終わらないので。終わりまーす。すまん。リンゴ。舐めてたわ。ということで、話を戻しまして、白雪姫の中に出てくるリンゴは、毒リンゴ。とあるけど、元を正せば普通のリンゴだった。白雪姫の中に出てくるリンゴは、物理的殺害を目的にしたものだと思うけど、今回の趣旨に沿って、心理分析もしてみましょう。まず、物理的な方。死の象徴のリンゴに、死の象徴としての毒を添加しているので、本当に女の執念って恐ろしいってことがわかるわね。それじゃ、これを心理分析してみるとどうなるか？まず、死の象徴としてのリンゴである、禁断の果実。これの正式名称と言ったら？はい、どうぞ。善と悪の知識の木の実。だな。そう。この二つが合わさった状態で、禁断の果実はリンゴとなっている。ところが、白雪姫の場合はどう？単なるリンゴじゃなくて、毒リンゴ。だな。ということは、白雪姫が食べたリンゴっていうのは、毒。悪の知識に特化したリンゴだということがわかる。それでは、この場合の悪の知識とは何なのか？答えは簡単。誤った知識、判断力。つまり、未熟なアニムスがそれになるわけ。つまり、白雪姫が食べた毒リンゴというのは、自らの悪の根源である未熟なアニムスを、神の果実で殺した。そういう意味が、本来込められているんじゃないかしら？死の象徴のリンゴ、それも、悪の知識を殺すことに特化したリンゴを食べ、白雪姫の中にある、未熟なアニムスが死んだ。か。
一般的な白雪姫の場合に限っては、リンゴ愛の象徴だとしても、この問題は分析できるわね。毒の愛。つまり、グレートマザーの強い束縛という愛が、体の内側、心を蝕んでいった。そういうことだな。はい、そういうこと。と、ここまで来たら、どうして毒リンゴを食べてしまった白雪姫は、蘇ることなく、生きた屍のようになったか？も説明ができるわね。悪のグレートマザーにしろ、正のグレートマザーにしろ、彼女たちが白雪姫に与えたリンゴというものは、その象徴が示すように、肉体ではなく心に働きかけるものだと言える。それによって、自らのアイデンティティが殺されたり、未熟なアニムスが殺される。身体的部分は無傷で、死んでしまったのは心だけなのね。心は魂とも言える。古今東西、人間というものは、魂と肉体。この二つによって構成されていると考えられてきた。その魂の部分が消失し、白雪姫の心には何も存在しない。ぽっかりと穴が開いている状態。心がガランな状態なのね。それじゃ、ガラスの棺は一体どういう意味があるんだ？ガラスで囲まれた空間は、目に見えるのに、触れられない。声をかけても届かないし、逆に声が聞こえない。つまり、ガラスの棺っていうのは、白雪姫が自分の殻に閉じこもってしまった。それを表しているんじゃないかしら？目には見えるけど、触れられない。声も届かない。精神的に辛くて殻にこもっている時って、実際、そんな感じかもしれないな。肉体は生きているのに、心ここにあらずの白雪姫。この白雪姫を助けに来てくれる王子様とは、一体何なのか？そして、エーレンベルク公の中に記された、グリム兄弟も首をひねってしまったあること。この謎の解明は、次回、ゆっくりとお話ししていきましょう。ということで、本当は前後半で終わるつもりが、あまりにも内容が濃くなりすぎて始まった、中編でした。濃度が濃すぎて、前編、飲み干せないから、ここでまとめを。そうね。それでは、今回のまとめを簡単に。まず、七人の小人と白雪姫との間で、性的関係があるのではないか？という部分。これは、小人と白雪姫との間に、何か特殊な関係性があって起きているわけではなく、上層階級から転落した姫と、下層階級の男性が、一つ屋根の下にいるという状況。つまり、疑似的な夫婦関係にあるのではないか？というところから来ているのだと予想される。卑しい男が、若い女性に欲情した。そういうものでは、おそらくないだろう。ってことだな。そういうことね。ただ、神話としてのドワーフの性質、ゲルマン神話の中でのドワーフの特性を考えたら、彼らは中性的な要素を持っているため、本当は恐ろしいグリム童話のような展開には、なり得ないと考えられる。エルフとドワーフが、同列っていうのは、未だに信じられないんだけどな。西洋の神話って、途方もなく長くて、しかも数も膨大にあるから、その全容を把握しようとしたら、ガチの研究者じゃない限り説明できないわね。そして、白雪姫の命を奪う三つのアイテムについて。どうして白雪姫は、死んでは蘇りを繰り返すのか？それは、物理的な生き死にではなく、精神的な生き死だったのではないか？ってことだったな。そう。昔話だから、非現実的なこと。物理的な生き死にがあっても、まあ、何ら問題はないと思うのだけれど。現実的な話でこの場面を分析してみると、白雪姫と母親であるキサキ。この両者の性質が、陰陽どちらにあるか？って、結果が大きく変わってくる。一般的な白雪姫の場合だと、束縛の強い母親による愛情で、白雪姫のアイデンティティが殺されるってことだったな。そう。何度も自己を見失うものの、小人たちの援助もあって、自分自身を取り戻していく。しかし、その強すぎる歪んだ愛情は、白雪姫の心を完全に破壊してしまい、彼女は自分自身というものを見失ってしまった。白雪姫という姿はあるのに、彼女を形成する心は壊れてしまったため、声をかけても何をしても、反応を得られない。それが、ガラスの棺が表す意味、だったな。一方、ウプ主が提案する見方。白雪姫が陰で、母親が陽だった場合はどうかというと？エレクトラコンプレックスで、未熟なアニムスを振りかざす、思春期真っただ中の娘との関係性を、なんとか改善させたいと思う母親が、ハグをしたり、頭を撫でてあげたりと、彼女の心に問いかけていった。
そして、彼女の心。未熟なアニムスだけに働く、悪の知識を殺すことのできるリンゴを食べたことで、白雪姫は、自分自身と向き合うこととなった。はい。そういうことね。それで、この仮説の組み立てに重要な、バイナリーストラクチャー理論。実はこれ、更新を遅らせてくれた、原稿ブレイクの原因なのね。冒頭で言ってたやつだな。書き換える前は、どんな感じになってたんだ？もともとは、リンゴというものは、女性のシンボルである子宮と同一視されることから、グレートマザーの中心にある、包み込む、という行為、大いなる母の愛を、彼女は取り込んだのだ、という筋書きだったんだけど、なんか、モヤモヤしてたのよね。毒の子宮って何なんだろう？やっぱり、素人知識では、心理分析するのはこれが限界なのかな？って。でも、あのリンゴが、禁断の果実だと仮定して、グリム童話の中に出てくる、別のリンゴと比較した結果、こんなに綺麗な見通しのいい仮説が提案できたと。怪我の功名。ってやつだな。それでは、未熟なアニムスを失い、自己を見失った白雪姫。そんな彼女はどうなってしまうのか？については、次回お話をしましょう。まあ、王子様に助けられるんだけどな。あと、何か言ってなかったか？グリム兄弟が首をひねったどうのこうのって。そう。実はエーレンベルク公のエンディングは、ちょっと不思議なことが起きるのね。どんなことが起きるのか？気になる方は、こちらでぜひ予習を。ということで、今回はここまでです。めちゃくちゃ遅くなりましたが、新年もよろしくお願いいたします。新年。っていうか、新年度だな。これが出てる頃には、入学式が始まってるだろうし。そうね。それでは、新年度も、ゆるゆるとではありますが、昔話などに関する解説を更新していきますので、見つけた時は、ポチッと再生を。面白いと思った方、他のものも見たくなった方は、ぜひ、チャンネル登録や高評価もポチッとしてもらえると、とっても励みになります。それでは今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。どーんと、晴れ。